はい、おはようございます。今日はですね、先日のね続きから撮りたいと思います。寿司三昧さんですね。寿司三昧さんはですね、あんまりね実はいい評判は聞いておりません。社長さんごめんなさいね。はい、どちらかというとですね、お値段が高いという話と、同じね、お金を払うなら、花丸さんっていうねお寿司屋さんがあるんですけど、まあ、僕もねそこ一番おいしいと思うんですが、そちらに行った方がいいという話を周りの人たちからよく聞きます。はい、松の屋さんですね。松の屋さんと松屋さんが並んでますけど、はい、松の屋さんはねおかわり自由なんですよね、ライスと味噌汁が。私ね、究極にお腹空いた時は、松の屋さんに来ることがありますね。はい、すすきのに来ましたらね、すすきののここの無料案内状をご覧ください。いろいろあります。ここがですねつい先日できました、ラウンド1のねあの側面にできました、大ビジョンですね。まあ広告塔ですよね。はい、なかなかね大きい看板ですよね。なかなか画質もいい感じですね。でかいっすね。はい、ここはね万良さんと言いまして、昔ねサラリーマン時代よくね飲んだ帰りにですね必ず寄ったお店屋さんですね。万龍さんですね。はい、ここはねもうすすきの市場、まあ有名ですよね。はい、ここのね地下によくね行くお店屋さんがありまして、サラリーマン時代ですねもう本当に毎週のように通ってたところです。はい、そしてねすすきのの野口ビルですけれども、まあね札幌にお住まいになられてるサラリーマンの方はね必ずお世話になったことがあるビルだと思います。はい、まあここはねなかなか私も来れないとこですね。カニ本家さんですね。なかなかね来れないですよ。お値段が結構します。はい、でまあラーメンのね法隆さんって、まあ、有名なんですけれども、ここのね総本店がこちらになりますね。僕はあんまりね来たことないですね。はい、はい、ここもねすすきのでは有名ですね。稲荷神社ですね。なんかカラスの鳴き声が不気味な感じもしますけれど、はい、ここは昔ですね有名なねところだったんですけど、ちょっとね、悲惨な火災事故がありまして、今こういう建物に変わりました。何ですかこれ。はい、ここはねそうですね昔からありますよね。僕も若い頃ですね、まだ20代の頃でしょうか、多分これあったと思うんですけどね。はい、キングムーって言いましたっけ。知りませんでした。あ、ここにも天然温泉あったんですね。天然温泉スパサフロさんですね。はい、南六条の西六丁目と言いますとね、まあこういったね
お店屋さんがねたくさんあります。正直私も若い頃お世話になりました。あー、このビルもまだあったんですね。はいはい、何やらですね、非常にあの歴史感のある建物ですね。ちょっと私もよくわからないのですけれども、はい、なんか武家屋敷っていうような雰囲気もありますね。何でしょうかこれ。私も正直ちょっとねよくわからないですね。はい、今日の撮影はですね、RX100M7 にですね、マイクはねエデュテージですね。で、シャッター速度優先にしてまして、その他絞りですとか ISO 感度ですとかはカメラ任せで撮ってます。で、一応 ND フィルターをつけてますね。はい、今ねまさにすすきのの繁華街の方ちょっと歩いてますけれども、どうでしょうかね。なんか夜の雰囲気とねもう全く違うんで、昼間はね本当閑散としてますよね。やっぱりすすきのは夜ネオンがね輝くとねキラキラとして綺麗なんですけど、すすきのにはねこういうお店がねはい結構ありますね。はい、桃屋ビルさんですね。ですね、世界のタバコがねいろいろね取り揃えてる。あ、今日お休みですね桃屋さんね。はい、ここはちょっとねタバコ屋さんで有名なところになります。はい、すすきのにですねピンク色の自由の女神ですかね、何でしょうか。僕初めて見ましたね。昔からあるんですかね。あんまりこの辺通らないですからね。はい、すすきのから見るですねノルベサの観覧車ですね。どんどん寄ってきます。はい、ここはね F4 号ビルのねエッグ型のモニュメントですね。はい、すすきののね駐車場で有名なとこといえばやっぱりジャンボ1000ですよね。寒いっすね今日は。はい、このようにね札幌はね中心街ほとんど雪がないんですよね。今ほんと雪少ないでしょう。もうね1月ったらもうね結構雪が積もってるんですが、ほとんど雪がありません。ちょっとね中通り入ってもですね、普通こういうところって結構雪が残ってるもんなんですけど、ご覧の通りですね雪はもうほとんどないですね。いやーほんとね雪祭りがねちょっとね心配になってきたんですけども、ね、できれば雪祭りの日から雪あった方がね観光客さんも喜びますよね。でもこういうふうに今はね雪ないです。はい、ここもね雪がほとんどないですよね。もうびっくりするぐらい雪ないですね。ないでしょう。はい、今日のお昼はですね居酒屋ルックさんにしましょうか。はい、ここのすごく美味しいですよね。
じゃあ行きましょう。はい、今日はお刺身定食です。